こんばんは、それではソロライフ、最後3足目、アフレコを入れていきたいと思います。ソーラーライトを取り付けた後、ひとまず水を飲んで休憩を取ります。もう時刻はね、もう4時も回った頃だと思います。やや肌寒くなり、夕方に向かっておりますけども、この次はね、何をするかというと、とりあえず水を飲んでおります。よし、ということで、続いてはですね、この下にある川に降りていきたいと思います。実はですね、前日にあの川の中にね、あるものを仕込んでおります。それを確認を今からしに行きたいと思います。こういったね、のり面もきれいにハサミでチョキチョキ切って、さっぱり刈り込んでおります。あとね、庭にはこういう流木、薪に使う流木や、このアニマルトラップも置いておりますけども、とりあえず刈り込みわさびを持っていきます。あとバーベキューのグリルもそのまま、あとこれも以前やったあの揚げ物をやった鍋もそのまま置いております。几帳面に見えて結構ね、ズボラな一面もあります。そしてこの汚いバケツをね、持っていきます。さあ、これに何を入れるんでしょう。こういうね、降りる階段のアプローチなんかも綺麗にね、刈り込んでるんでね、とにかく時間があるときにはね、チョキチョキ切っております。あとこのクリスマスツリーのように V もね、つけてるんですけども、全部拾ってきたものです。あとここにも流木ベンチを置いております。ここに座った感じのね、眺めはこういった感じになっておりますけども、ちょうどね、その、土地の中腹に位置する場所です。で、この道をまっすぐ行けばね、海に降りれる道になっております。ではね、今回は川に向けて行きたいと思います。ちなみにこの V はですね、僕が以前作った V アート、3年ぐらい前でしたかね、あのペイントで塗って動画にもしてますけども、テーマはね、地球というテーマでね、作りましたけども、だいぶ雨風でやられて塗装が剥げてます。あのね、桜、今映った木も桜なんですけどもね、桜の花も咲いております。で、川に降りるまでに、最近ね、ちょっと手入れをしている道がこっちなんですけども、実はね、ここからもね、海まで降りれる道を作っております。こういってロープを張ってね、以前道を作ってるんですけども、そこをまた降りれるようにね、今チョキチョキ草をね、張っております。特にこういう今ぐらいの時期、一番こういう作業をね、しやすいんですよね。虫もいないしね、あとね、蛇なんかもいないしね、何もいないんで。あとね、厄介なのはね、アブなんですよね。アブに刺されるとね、かゆいんじゃなくて痛いんですよね、チクッと。ということで、川に到着しましたけども、これ何かわかるでしょうか。これはね、エビを取るね、道具です。
この僕が住んでる場所ではない、コロバシっていう名前で呼んでますけども、この中にね餌を入れて、エビをね取る道具です。仕掛けですね。それを前日にね仕掛けていたのをね、今年になって初めてねちょっと仕掛けてみました。ちなみにこのコロバシの道具は、この家を建ててくれた大工のおっちゃんにもらったものです。手作りのコロバシをつけております。で中に入れている餌はね、なんとねドッグフードなんですよね。これもそのおっちゃんに教えてもらったんですけども、ドッグフードを入れることによってその匂いでねエビが集まるようになっております。ただねこの冬っていうのはエビなんかもね、もう取れない、取れないというか、いるにはいると思うんですけどもね、ほとんど冬眠状態だと思うんでね、取れないと思うんですけども、取れてるでしょうか。その前にね、ちょっとこの辺がね、散らかってましたんでね、今ちょぎ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 、普段こんな感じで飼い込んでるんだぞっていうのをね、今ね、実践をしております。結構これはこれでね楽しいんですよね。こう綺麗にはすっきりしていく様が。でも桜の木の折れたなんていうのはどかしてます。あとこういう春までにねこういう作業をしておくと、今からぬくぐなってね、その例えばスズメバチが巣を作ったりだとか、そういうのもね防げたりするんで、あんまり生い茂ってるといろんなこう動物とかまあ昆虫がね住みつくんでね、こう普段、歩いたりする場所はね綺麗に刈り込んでおります。あとね日当たりが良くなってね、そのいろいろこういう生えてほしい芝系の植物なんかがね、日が当たって、生育するようにもね考えながら、あんまりこう生えてほしくないような草をね選んで買っております。あと僕はこう見えてすごくね肌が弱くて、もうすぐかぶれるんですよ、こういう草なんかをこう切っていると。ですけどこういうやっぱ冬場はねかぶれにくいですね。夏場にこんなことするとね、もうその夜にはかぶれてます、顔とか手とか。とりあえずこんなことで、刈り込みは終わりにして、さあそれではエビが入っているか確認したいと思います。どうでしょう。まずこの汚いバケツをねきれいにゆすぎます。少し水を入れて、さあ仕掛けをあげたいと思います。さあ入ってるでしょうか。はい、どうでしょう。さあというわけでこの3匹魚が入っておりました。なんていう魚でしょう。5層でしたかね。まああんまり僕はあんま詳しくないんでよく名前わからないんですけども、よくこういう渓流なんかにいるような小魚ですね。
3匹で、エビはかかりませんでした。で、これをどうするかというとね、残酷に思わないでください。これをカメにあげる餌にします。いつもね、夏はね、ここでエビを取ってね、3匹のカメに与えてます。普段はね、ジャコを食べらしてるんですけども、まあ、イワシの乾燥したやつ、店でね、使った出汁殻ですけども、それを冷凍しておいて、与えてます。で、そういうもんもね、だけではやっぱりかわいそうじゃないですか。人間でもそうですけども、やっぱりこういう新鮮なね、魚もね、たまには食べらせてあげないと、かわいそうなんでね。与えます。あとね、こういう、畑仕事をした時なんかはミミズなんかがいたらね、ミミズなんかも大好きなんですよね。こういう水ガメっていうのは。ということで帰ってきております。帰ってきました。今ね、網を取りに行ってますけども、この網を使って水槽に魚を入れたいと思います。脱げない、脱げた。そこね、なかなかなんでね、まくり上げております。さあ、ガメラ2匹とクッキーの元に向かいます。この日はね、2日水を変えてないのでちょっとね、濁っておりますけども、次、あさって2日後ぐらいにね、水を変える予定をしております。今、向いているのがね、オカメじゃなくて緑ですね、こいつは。何が始まるんだっていう感じでね。あ、緑じゃない、オカメか。オカメですね。気づいてません。今入った魚。お、なんだこれっていう感じで今、ビグッとしました。お、気づいた。気づいた。気づいたけども。こうやってね、生き物を与えることによって、それを捕まえようとして動くんですよ。それでそういうのもね、こういうじーっとしているカメにとっては、ね、運動になるんでね。運動に なって、あとね、刺激にもなるんでね、僕は大切だと思います。ちょっとね、グロテスクなんでね、やっぱり捕食シーンはちょっと遠目で見ておりますけども、緑がね、今戦っております。オカメは興味なし。お、ね、クッキーもね、あんまり興味ないんですよね、こいつは。ということで、アフレコ使った、プロライフシリーズはこれにて終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。